晴れじゃないけど、まあまあまあ雨よりは晴れ女なんだ今日なんて。そうだっけ、俺でも前は会った時も雨降ってるもんね。職員だったら最近ダメなの。調子悪い。あ、でも温泉地は多分晴れてると思う。ああ、そうだね。運転頑張って。よかった、免許持ってなくて。いや、いいよ、俺、ね、俺だけが運転するわけ。ありがとう。そう、レンタカーだけど。都内だもんね。なんか、車に乗ったのが結構久々。確かにね。うん、そう、せっかくだから、うん、ちょっとまあ、ドライブじゃないといけないとこ。ああ、なるほど。寄り道道、うん、うん、いや、せっかくだからデートの場所、うんうん、どこどこ分かんない、ご飯屋さん、まあ、デートスポットではあるんだけど、うんうんうん、湖ってほら、あれだよ、山あいに水溜まってるダムみたいな。そこに遊びに行くの？よくない？湖って、あの、え、行ったことない？ない。まあ、ちょっと空気きれいだし、自然きれいだし、空気きれいってよくない？良い。普段ね、ちょっと楽しみ。離れてさ、映えの写真撮ってくれる？撮る撮る撮る、頑張ってね。撮る撮る大丈夫、風景は得意だから、うん、まいちゃんから、うん、街映ってくれれば、頑張れ。食べ物ないの？確かね、周り寄り道してよ。ボートがあるの。いやでもなんか近くにフードコートがなんかあるかな、気がする。温泉まではね、待てないから。ああ、うん、まあそう、温泉でなんか食べたいっていうのもあるし、うん、まあ、その前にちょっと軽くね、なんかお腹空いた。お腹空いた。パーキングエリアでさっき買えばよかったね。ああ、まあでもまあこれから行く先があるから、うん、ちょっと歩いたりしよう。そう、なんかせっかくのドライブだから、なんかどっかご飯屋さん行きたいなって思って、そうだからあえてさっきパーキングエリアで買わなかった。あ、マジか。逆にいつもなんか温泉行く時直行だな。あ、うん、でもなんかちょっと味気ない気もするじゃん。まあ確かに。だからさ、なんかちょっと憧れない、湖でさ、私最近の子じゃないから、まあいいかもしれない。最近の子でしょ。いや最近の子だけど、なんか追いつけてないの。そうなの。なんか逆になんか昭和っぽくていいのかもね。昭和っぽいかな。いやなんか絶対みんなもっと違うとこ連れてくよ普通。一応お互い平成生まれ。うん。まあでもいいじゃん。なんかあんまり携帯そうだね。なんか普段その SNS とか見すぎてうちは疲れてるかもしれないから、今日はリラックスしたい。そうそうそう、あんまりなんか携帯とかちょっと一旦忘れて、逆に電波ないところに行きたいかも。あー、まあ確かにね、気にしない、気にしないでなんか休めるっていうか、うんうん、せっかくね、そう、え？休みだから、なんか、まあ、仕事は仕事だけど、うん、休みは休みで、なんかうちもせっかく今日休んでくれたから、うん、うちも休みを充実満喫したい。そうね、ちょっと一旦仕事の連絡とかさ、ね、そういうの忘れて、うん、最悪ボートに携帯も置いて帰ろう。それはだ。はい、着きました。着いたね。雨だよ、めっちゃ雨。そう、ちょっと言い忘れてたけどさ、俺雨男だわ。ガーン。だからさ、どう？え？何もなくない？あるあるある、ほらほらほら、スワンボートあるじゃん。あれ？そう。あれ？一席だけ。乗ってるのあれ？乗ってるのかな？なんか人影見えないけどね。うん、見えない。いやでも、うん？あと何して遊ぶの？ あとあれだよ、ほら、あの奥にある建物が、うん、やってるのかな？
りあえずちょっと行ってみようよ、うん、でも意外と、うん、あれ、うん、気持ちいい空気が空気、うん、めっちゃいいよね、うん、ちょっと寒いね思ってた以上に、うん、思ってた以上にでもせっかく来たから、うんうん、えあれなんだろうカラフルのなんだろうあれ映せるかあの奥のなんかピンクとかあれなんだろうスワンスワンかフラミンゴなんだろう、ね、色的に一応ボートじゃない向こう側にもあるんじゃないかな意外と人もいる確かにね俺もまさか人がいると思ってなねガラガラだと思ったら意外といるねガラガラだけどねうんガラガラではあるでかいのもあるあかわいいあれこれ映えそうえなんか違うねね高そうな船はあるあめっちゃいっぱいあるよあれクジラじゃんなんかどっかでさ、うん、映えるような写真も撮りたい撮りたいすごいさ職業病かもしれないんだけどこれがなになすごいうちの職業病かもしれない、うん、じゃないマチンコがあります映える映えない違うねあちょっとすごい想像力豊かすぎてそうキノコってかなんであれもそう見キノコと玉ですあ好きだねいきなり絞れた早かったね飾りあれ2人で乗れんのかな多分足こぎではないからねあスワンって自分たちでやるのえ知らないのえ知らないか動くんじゃないのいや手こぎいや足あの自転車のペダルみたいなさ初めて乗るのがあって2人でこげるんだよねただあんまり遠くまで行くと疲れるけどお土産屋さんやってますやってないねやってないまたパーキングエリアに寄ってもらおうねえゲーム閉まってますねえゲーム閉まってるよねいや そっちにもあの反対側にもあるじゃんほらガーンあの張り紙貼ってあるのがちょっと気になりはするんだけどわかるでで電気減るで遊覧船だ定員80あ張り紙全然わかるワカサギ釣りってわかるワカサギ釣りって何氷に穴開けてちっちゃい魚を釣るやつそれやるのこうできんのかななんか意外といろいろあるねジャンボは家族向けじゃないなるほどねうんこれこのおじさんに買えばいいのかな多分そうだと思うもうこっちの予想を探ってきてる、ね、そうだよねうんそれじゃあ行ってみよう買う、うんうん、行ってみよう行ってみよう色付きかわいいね。はい。あ、ヒールちょっと。あ、でも大丈夫。かわいい。確かに。いいね。気をつけてね。あ、これ滑り。怖い。ちょっと。あ、でも大丈夫。なんかスキーに来たみたい。確かに。ほい。あ、すいません、すいません。おー、いっぱいいる。選び放題。ね。え、意外と楽しいじゃん。まだ乗ってないけど。あ、ピンク？あ、ピンクだね。おー！おびっくりした、今。やばいよ。あ、なんか、いいじゃん。ね、映えそう。自然光綺麗。アヒル、あっちアヒルいる。あ、ほらほら、すごい、かわいい。ちょうど飛んでくれた。かわいい、確かにすごいロケーション綺麗だはい、どうぞはい、どうぞじゃあ先どうぞ、うん、ちょっと待っててね、寒いから、はい、なんだろう
優しい。思ったよりちゃんと屋根あるでしょ。ね、もっとずぶ濡れかと思った。いや、そんなことない、そんなことない。うちの傘が落ちた。 OK、 はい。あー、すごい、ありがとうございます。おお、優しい。すごい、ザビビビ、つくすいね。はい、どうぞ。はい、え、これでどうするの？これで、そう、見てみたいに来いでね。うおこれ初めて初めて。一応、ちゃんとこのハンドルが、うん、で操作はできるからすごい音。すごい、すごい。あー、なるほどね。そう、ちゃんと進んでるでしょ。うん、進んでるけど、うん、これさ、なんか誰かに撮ってもらいたいの、外から私たち。あー、確かに。ちょっとインカメにして広めに撮ってみる。うん、ちょっとわかりにくいけど。あ、でも漕いでます。めっちゃ頑張って漕いでます。頑張って漕いでます。斜めに進んでる積もった積もった、楽しい。いやー、どうした、足が長かった。ああ、ちなみにこれね、あの、ちゃんと後ろ向きにやればバックもするから。そう、てかさ、これ何分乗れるんだろう。これ確か30分って書いてあった。え、あれなんだろう、怖い、あの神社みたいなあれなんだ、怪しい山の中だったらね、何があるかわかんないけど。でもなんか、うん、引きこもりだから嬉しい、こういう外になんか連れてってくれるのは良い。こういうなんか結べでさあんまり遊ぶことないもんね。ない。ちょうどよく運動にもなるし、うん、どんどん離れていく、向こうに行きそう、ね。うちはもう、あれ、あの変な神社のあれが気になってやばい。しめ縄みたいなのある。そうそう、なんだあれ、あそこ階段だね。そう、反対側まで。今どこら辺だ。でもあれちっちゃく見えるか、向こう側。確かに意外と離れてない。確かに。ヒロに乗りたかったな。ぶっちゃけた話ぶっちゃけた話ね。そう、ピンク嫌い？え、ピンク好きなんだよ。好きな色ピンクなんだけど、うんうん、この、なんか、ウケる。うん、かわいいと思うけど、うん、めちゃくちゃのどか。のどか。そして、コグ以外やることないね。そうなんだよ。そうだね。めっちゃ、外しちゃダメかな、気持ちいい、うん、ああ、ここはね、いい気もするする、うん、一応ね、だって周りにいて、周りが海だもん。そうそうだから、確かに自然、うん、風が気持ちいいね、うん、外すとけど、うん、マスクで温められてたのがある、寒い蒸れてた、ちょっと蒸れてたかも。これ、ちなみに、まあ、自転車のあれと一緒だから、うん、ここものすごい混むじゃん。あー、スピード出んの。すごい、やばこんな感じだよ。あ、でも、そんなすごいスピード出るわけじゃないってこと。まあ、ちょっと俺の馬力が足んなかったっていう、ね、これで疲れても、一応温泉があるから、うん、ちょっとそれを楽しみに、うん。ただ、お昼ご飯は？そう、それなんだよね。腹ごしらえ、あのフードコートないじゃん。ないじゃん。ちょっとね、俺が思ってたのと違ったかも。違った？ちょっと。まあね。あの、なんかさっきから思ってるけどね、自然光と水の感じ相まって透明感はすごい。へえ。あ、これの？いやいや、私？うん、かわいい
でも雨なんだよね、うん、パラパラ降ってきたね。でもなんかレインコート貸してくれたけど全然濡れないね。そうそうそう、うん、意外と屋根がちゃんと覆ってはくれてるから。寒い？いや大丈夫大丈夫、なんかね温まってきたやっぱり。あ、そこご飯屋さんじゃない？ワカサギってなんだっけ、さっき言ってたやつ、ワカサギ釣り。あ、そっちか、釣るやつかな。いや、なんかもううちご飯のことしてた。